はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10続きやっていきたいと思います。前回はね、魔勇者アンルシア討伐後に追加されたいくらかのクエストね、全部やっちゃいましたね。ということで今回なんですけど、もう一個だけね、やっちゃおうと思います。と言いますのが、これね、魔物使いやろうと思うんですけど、これまだなってないので、272までクリアしたらね、まあ数字のね、順番的にいこうかなと思うんで、ね、これなんとか最後の方やろうと思うんですけど、魔物使いいかが。オルフェア地方西の南東にあるオルファの丘の魔物使いハウスで、クラハから魔物使いに転職するための試練を受けられるらしい。魔物使いを目指すなら行ってみよう。オルフェア西の南東ね。まずそこ行ってみましょう、まずね。ここですね、おそらくね。銅の鉱石。なんかいいのかな、これ。魔物使いハウス。あの人か。起きたのはずですね。まあ、来れるんでしょうけどね。チャーチル神父。レイモンド。なんだそれ。ラッキー。まあ、慣れることはできるんですけど、一応ね、まあ、順番的にこうなんかなっていうね。お。久しぶりだね、これ。まあ、いらっしゃい。あなた、旅人さんね。お名前は何とおっしゃるのかしら？ボッコ、素敵な名前ね。フルボッコのボッコさんね。よろしく、ボッコさん。私はクラハ、この魔物使いハウスの管理人よ。ところで、ボッコさん、あなたは魔物は好き？はい。まあ、やっぱり、あなたの顔を一目見て、魔物が好きそうだなって思ったんですよね。というわけで、ボッコさん、あなた魔物使いになってみませんか？魔物使いになれば、今まで敵だった魔物を手なずけ仲間にすることができ、戦力として育てていくことができるんです。また、両手剣、斧、無知、爪が装備でき、4つできんの？両手剣できんだ。魔物マスタースキルを伸ばしていけば、より巧みに、仲間の魔物と立ち回れます。もし、魔物使いになりたいなら、私から転職の試練を提案させてもらいますが、いかがでしょうか？はい。さすが、ボッコさん、そう言ってくれると信じていましたわ。では、早速、試験の内容。と思いましたが、魔物使いの転職の試験って一体どんなのがいいのかしら。ごめんなさい、私、こういうのは慣れてなくて。そうだわ。討伐モンスターリストに30種類以上の魔物の情報を載せてくるというのはどうかしら。乗ってるよね。魔物使いたるもの、魔物のことをたくさん知っておく必要がありますものね。さあ、この試験受けていただけますか？今からじゃないよね。はい。達成したら来てくださいね。もう達成してるよね。5、600乗ってんじゃないかな。まあ、ボコさんすごいですわ。討伐モンスターリストに乗ってる魔物が30種類以上に達したようですね。私からの試験は文句なしで合格です。ボコさんが魔物好きだということがよくわかりましたわ。それでは実際に魔物使いになる前に魔物に仲間にするとどういうことができるのか少しお勉強してきてもらいましょうか。鉄道で行ける町にある酒場の地下には魔物使いにとって欠かせない施設モンスター酒場というものがあります。まずはそこに行って魔物管理人という人から魔物を仲間にする方法や注意事項など詳しく聞いてみること。話を聞いて大体理解したら実際に仲間にしたい魔物のスカウトの書をそこの道具屋で購入し戻ってきてください。ただし道具使いが仲間にできる魔物のスカウトの書も一緒に言っていますので、間違いないように気をつけてくださいね。まあ、道具使いってのもあるみたいだけどね。すでに魔物を仲間にする方法など知っていて、魔物使い用のスカウトの書も持っているなら、すぐ私に話しかけてくださって構いません。その暁には、ボッコさんを魔物使いに転職できるようにしましょう。しっかりお勉強してきてくださいね。まあ、それはいいんだけど、こんなん持ってるんですよね。いや、ピンキーパンサーだけが落とすんだ、これ。戦って落としたんですけど。魔物使い用のスカウト。どうなんだろうな。一応ガチでね、初なんで、まあ、ここに来ればいいんかな。はい。スカウトしたモンスターをお預かりして管理する場所です。連れてくモンスターを選んだり、様子を確認したりする他に、おめかしグッズを作ったりもできますよ。さらに、お預かりした仲間モンスターをモンスター牧場に送るサービスも提供していますので、ご活用くださいね。スカウトの書をお探しでしたら、隣の動画さんで売ってますよ。ということで。ああ、こんなんが売ってんだ。魔物使い用ね。まあ、一応行ってきたんですけど、
キラーパンサーの書とかね、出品しようとしたらね、まあ売りませんけどね、どんぐらいで売ってんだろうと思ったけど、売れないんすね、あれってね。売れやなんかね、じゃあ。やっぱり。はい、持ってきたんですね。素晴らしいですわ、ボッコさん。そのままのチョイスするあたり、ボッコさんのセンスの差を伺いますよ。ではお待たせしました。ボッコさんを魔物使いに転職できるようにしましょう。おばあちゃん、ちょっとよろしいかしら。メドおばあちゃん。なんだい？ごめんなさい、おばあちゃん。はいよ、転職の儀だね。すいません、私が至らないばっかりに。今日お帰りの、しっかり目をつぶってな。メドは呪文を唱え始めた。ボッコは目を閉じ、メドの言葉に耳を傾けた。おう。魔物使い。はいよ、これでお前さんは魔物使いに転職できる。ボッコさんおめでとうございます。それから私自身が魔物使いじゃないことを今まで黙っていてすみませんでした。魔物使いじゃない私がこんなことをしているには訳があって。ただいま。やっぱクエストとかあるんだろうね。お帰りなさい、ファーベル。この人ボッコさんって言って、今魔物使いに転職できるようになったの。魔物使いになりたいなんてあんた変わってるね。ファーベル、あなたってことはお客さんになんてこと言うの？ごめんなさいね、ボッコさん。あの子今ちょっと難しい年頃で、あの子の父は、つまり私の夫は、レンダーシアのアラハギーロという国で魔物使いをやっていました。ですが夫は魔物使いを世界中に広めたいという夢を残したまま他界してしまったんです。その夫の夢は私が継ぎました。魔物使いを世界に発信するための拠点としてこの魔物使いハウスを建てたんです。ボッコさん、もしもあなたさえ良ければ、私の夢を叶えるお手伝いをしていただけないでしょうか。レベル30以上の魔物使いとなって、もう一度、この家の扉を叩いてくれることを心から楽しみに待っています。30? まあ、すぐ上がるね、それはね。ここだね。まあ、だいたい今こんな感じなんですけどね。60以上で、ここだけね、ちょっとやっちゃってるんですけど、また後でね、やるんで。お、スカウトアタックの特技を覚えた。その特技はモンスターを仲間にする際に欠かせないもの。仲間にしたいモンスターにはそのスカウトアタックを使うのだ。スカウトアタックを使った後、その戦闘に勝てば相手が起き上がり仲間になることがある。律儀にその技でとどめを刺す必要はないぞ。ただし、スカウトアタックを使うためには仲間にしたいモンスターの名前がついたスカウトの書を読む必要がある。必ずスカウトの書を読んでからそのモンスターを仲間にしに行くのだぞ。スカウトの書は酒場の地下でも買えるからな。じゃあキラーパンサーの書って結構いいんじゃん。じゃあこういうことね。じゃあ、キラーパンサーいいね。一応ね、48まで上げたんですけど、やっぱり余計なお世話かしら。でも、これは魔物使いのイメージを良くするチャンスだし、悩ましいわ。まあ、ボコさんじゃありませんか。レベル30以上の魔物使いになったのね。とっても立派で素敵ですわ。ボコさん、魔物使いを世界中に広めたいという夫から引き継いだ私の夢を覚えてます？あなたが立派な魔物使いになったら、そのお手伝いをしてほしいなって前々から思っていたんです。そこで早速なんですが、あなたに一つお願いがあります。メギストリスの都の宿屋に、風で寝込んでる女の子がいてですね、その子モーモンが大好きらしいんです。あなたには、その女の子を元気づくるため、自分で仲間にしたモーモンを連れて宿屋を訪問してきてほしいのです。ちょっと気がかりはあるのですが、魔物使いは親しみやすい職業だとみんなにしてもらうため、引き受けてくれませんか？モーモンか。はいはい。よかった、ありがとうございます。小さなことからコツコツとやって、世界の人に魔物使いという職業を認めてもらいましょう。モーモンを仲間にしていない場合は、ウェナ諸島のコルト地方に行ってください。そこにモーモンの生息地がありますから。ああ、はいはい。よろしくお願いします。そのウェナ諸島だね。モンモンモーモン。リザードマンまで。何人もこれ、ダメなんかな？まあ、いや、一応持っとこう。ここら辺の話してますよね。あ、一応エテーネとかにも、いたけどね。スキル振り分けで、一番下ちょっと振っちゃいますね。お、100までいけた。魔物好き。
魔物ファン、魔物愛好家、魔物ブリーダー、魔物専門家、魔物研究家、魔物博士、魔物大博士、魔物の聖人、魔物女神。ああ、そういうことか。なんでいくら戦ってもなんないと思った。これまた今更気づいたんだけど、ん？スカウトに何？失敗した？成功した？スカウトアタックっていうのがあって、それ使わないとダメなのかな？そういうことね。なんかあんのかな、これ。あと11匹まで仲間にできます。そういうことか。いや、いや、これで。ああ、そういうことか。なるほどね。キラーパンサー欲しいな。使っちゃっていいかな。じゃあキラーパンサーの章、ね、宿屋にいるみたいだけど、もう連れていけばいいってね。2回、ここを何回も来たけど2回いたん初かも。なんかあるし、こっちか。無理無理よ。誰？ママなら薬を買いに行って、今はいないけど。あ、モーモンタンだ。モーモンタンだ。わいわい、こんなに近くでモーモンタン見るの初めて。すごいすごい。ねえねえお姉ちゃん、このモーモンタンお姉ちゃんの？どうして連れて歩いて平気なの？え、お姉ちゃん魔物使いっていうお仕事してるのね。なんかかっこいい。かや、ただいま。いい子にして。キャー、魔物よ。カヤ、危険だわ。下がってなさい。ママ、違うの。この子はね。この魔物を部屋に入れたのはあなたね。一体どういうつもり？魔物を連れてさっさと出て行ってちょうだい。早く。ごめんね、お姉ちゃん。どういうことだ。いいぞ、ファーベル。剣を振る姿がなかなか様になってきた。よし、この辺りで一息入れよう。あんた、前に、うちの中であったよな。確か、ボッコって言ったっけ？ははん、母さんが頼み事をした魔物使いってあんただな。それでどうだった？モーモンで女の子を元気つけるっていう母さんの作戦うまくいったかい？いいえ。ははは、真面目に答えなくてもその暗い顔を見ればわかるよ。どうせ追い返されて帰ってきたんだろ。魔物、所詮魔物。怖がられて嫌われて、それが当然の存在だよ。すまない。どうやらファーベルが失礼なことを言ったみたいだ。と、自己紹介が遅れたな。俺はデイラー。旅のバトルマスターだ。バトルマスターな、この人はね。少し前にファーベルと知り合って、奴に剣を教えたりしている。まあ、いわゆる師弟関係ってやつだ。ファーベルはどうやら魔物絡みで辛い過去があるみたいなんだ。だから魔物使いを見ると、ついあんな態度を取ってしまうらしい。多めに見てやってくれ。デイラさん、いつまでおしゃべりしてるの？今日はお城の方まで修行に行くんでしょ？早く行こうよ。あ、そうだったな。わかった。すぐ行くよ。それじゃあ俺たちはこれで。まあ、初魔物使いになってね。使ってみましたけどね、章をね、
使って、まあ手に入れないといけないんだね。それを使ってスカウトアタックがやっとできるようになって、そこから確率なんだね。まあそれも初でしたからね、知ってんのはね。よし。ってことは、キラーパンサーね、1回目でね、また言いますけどね、転生出てね、キラーパンサー賞を落としたんですけど、あれってすごいことですよね。欲しくてなかなか手に入らないってことですよね。まあ今更凄さが分かったんですけど。お帰りなさい、ボッコさん。もうもう訪問で女の子を元気づける件、いかがでしたか？そうですか。女の子は喜んでくれたけど、お母様の気分を害してしまったんですね。ごめんなさいね、ボッコさん。嫌な思いをさせてしまって、実は少しだけ悪い予感はしていたんです。魔物を見ただけで恐ろしいとか悪者だとか決めつける人はまだまだ多いと分かっていたので。でもこのくらいではへこたれません。少しずつでも魔物の良さを皆さんに伝え、魔物使いのことを認めてもらいましょう。それではボッコさん、今回のお礼を受け取ってください。ありがとうございました。大成功とは言いませんでしたが、ボッコさんのモーモンが女の子に笑顔を与えたのは紛れもない事実です。本調子で魔物使いが人に役に立つことをどんどんアピールしていきましょう。私は夢を絶対に諦めません。はい。もう1話ぐらいやろうか。ちょっと長かったね。1回ではちょっときついかも、全部ね。それがファーベルの夢なんです。もうあの子には夢があると。クラハさん、相変わらずお美しい。もうバトルマスターが口説いてますと。あいつ、あれじゃないです?あの、極悪非道の。あの人ちょっと怖いんです。誰のこと怖いんだろう。極悪非道。須藤ドラゴンキッズ。ドラゴンキッズ。ドラゴンキッズね。どっかいたっけ、あんなの。ボッコさんいらっしゃい。もうすっかり魔物使いの顔になりましたね。そうだ、ちょうどよかったわ。魔物使いをアピールするチャンスができたので、一つ仕事を頼まれてくれないかしら。実はとある場所で崖崩れが起きて足止めされた商人たちが困っているようなんです。そこでボッコさんには崖崩れの現場に魔物を連れて行って邪魔な岩をどかしてきてほしいのです。ただ今回の仕事はあなた自身の魔物を連れて行くのではなく、うちで飼っているドラゴンキッズのキッズと言ってください。キッズはちょっと気難しい子ですが、ボッコさんのような人ならきっと懐いてくれるでしょう。まずはキッズの大好物である餌を手に入れてきて、あの子の気を引いてください。どうでしょう、この仕事やってもらえますか。はい、これだけやっちゃいます。はい。ありがとうございます、ボッコさん。それでは、キッズの大好物である餌。ビッグミートについて説明しますね。ビッグミートは大きな骨付き肉で、オーグリード大陸のギルザット地方などにいるアラクレチャッピーが持っているんですが、ビッグミートを見つけるには魔物だけが持つ野生の勘が必要です。必ず仲間の魔物と一緒にアラクレチャッピーを倒してください。キッズは今、この建物の東側にある扉から行ける牧者にいます。ビッグミートを手に入れたらあの子にあげてみてください。ちなみにうちのキッズをお借りするのは今回の仕事だけ。仲間にはなりませんので、そのつもりでお願いしますね。じゃあ今のままでいいのか。まあ仲間にね、いますけどね。あ、レベル5に。あ、ビッグミート近くにあるようだ。見つけた。あら、すぐレベル上がるね。まあ、そらそうですわね。ここにいるのかな。ここには興味がないようだ。はい、ビッグミートあげますかということで。
おう、こいつはたまげたわい。キッズが一元さんの餌を口にすると。お前さん、魔物使いとしていいものを持ってるみたいじゃな。ギャー。ああ、よかった。キッズはすっかりボッコさんに懐いたようですね。あなたならできると思っていましたわ。それでは早速、キッズと共に崖崩れの現場に向かっていただけますか。崖崩れの現場はドアチャッカ大陸の北東、ダラズ、採掘場に入ってすぐのところです。はいはい。キッズはあなたの後を追いかけてそこへ向かいますので姿が見えなくても気にしないでくださいね。崖崩れの解決にドラゴンキッズと思うかもしれませんが、実際に行けばその理由もわかりますわ。ボッコさんの魔物ももちろんお強いでしょうが、このキッズなら確実に仕事をこなしてくれますからね。この子ちょっとすごいんですよ。それじゃあお願いしますね。だらず。はいはい。行ってみましょう。あそこ敵強いよね。ですね、もうレベル上がって、スキルとかね、装備とかもできるみたいですね。スキル振りも、なんかスティック装備したらスティックが振れるっていうね。だから、まあいいんだけど、戦闘勝利時、中回復とかね、MP 上がるもんね。何覚えんだろう、なんか覚えんのかな、じゃあ。職業はないもんね、だってね。困りましたね、ロッチェ君。さすがにずっとこうしてるわけにもいきませんし、引き返しましょうか。おや？ひー、魔物。あなたなんで魔物なんか連れて。シャノさん、こいつあれじゃないです。今噂されてるあの極悪非道の。五章だ。金なら出す。だから命だけお助けください。って、崖崩れを解決するためここに来たって？シャノさん、騙されちゃいけませんぜ。そうやって油断させて俺たちからむしり取ろうって犯に決まってますって。ギャウ。ああ、こっちに来ますよ、シャノさん。お助けー。素晴らしい。ブラボー。いや、おみそりいたしました。あんな大きな岩をいとも簡単に。追いはぎ扱いしてすみませんでした。でも、魔物をそんな風に連れ歩くなんて、あなた一体何者なんです？なるほど、魔物使いですか。魔物を使ってこのような人助けを。そうとは知らずに失礼しました。実は我々、あなたのことを魔物商人という輩と勘違いしていたのです。魔物商人とは、特殊な調教をした魔物を兵器として売りさばく悪どい連中でして、あなたも魔物と一緒にいたからつい。いや、しかし、こんな素晴らしい職業を世間の人が知らないのはもったいないですね。せめて商人仲間には広めておきますよ。おお、こういう感じか。商人仲間は、まあ分かってくれたんかな。じゃあこれで。それでは魔物使いの方、我々は酒を急ぎますので、これでお助けいただきありがとうございました。でもなんか魔物商人みたいないるとか言ったね。前もなんかそんなようないたよね。商品ナンバーいくつとかね。あれとはまた違うんかな。倉葉さん、あなたは相変わらずお美しい。デイラーさん、今日はどういったご用件で？これは失礼。俺としたことがあなたとの会話に夢中になってしまった。今はメロウさんご不在のようですね。そんな時に申し訳ありませんが、少し牧舎の中を見学したいなと思いまして。まあ、牧舎の見学？レイラさん、魔物に興味が湧きまして。ええ、少しですが。なるほど、魔物たちに興味を持っていただけるなら大歓迎ですわ。どうぞごゆっくりご覧になっていって。ありがとうございます。では。おい、安男、牧舎で何を見ようってんだい？これはメドさん、おはようお帰りで。やっぱり今日はおいとましようかな。ははははなんかあんな怪しいですよね。ふん。
あ、ボッコさん、お帰りなさい。ごめんなさいね。なんだかバタバタしたところをお見せして。あの人はバトルマスターのデーラーさん。ファーベルの剣の師匠を買って出てくださった方なんです。そう、バトルマスターになる、それがファーベルの夢なんです。本当は夫のような立派な魔物使いになってほしいのですが、私が言っても聞き入れてくれなくて。でも自分で決めたことですし、今はあの子の夢応援してあげようって素直に思えるようになりました。デーラーさんもファーベルのことよく面倒見てくれますし、あの子もデーラーさんに懐いてますしね。ただあの人、時々目つきが鋭すぎてちょっと怖いんです。できませんね、こんなこと言っちゃ。先ほどはなんだかバタバタしていてすみませんでした。それでは崖崩れの件どうなったかご報告いただけますか？え、魔物使いの素晴らしさを仲間の皆さんに広めてくださるですって？商人さんがそうおっしゃったんですか？わ、すごいです、ボッコさん。今回はチャンスをものにした感じがしますね。あなたへ頼んでやはり正解でした。それではボッコさん、今回のお礼を受け取ってください。ありがとうございました。魔物使い頭巾。魔物使いブレス。キッズもすごかったでしょ？小さい頃からズバ抜けて強かったんですが、気難しいのがたまに傷でして。あなたにならキッズを任せられると踏んだ私の目は正しかったようですね。今回はなんだかそれも嬉しかったわ。さあ、ここからが本番です。今のうちに腕を磨いて、時が来たらまた力を貸してくださいね。はい。で、今回ここまでですね。まあ、じっくりやっていきましょう。この次のね、魔物使いの話終わったらね。申し訳ありません。私がいただないばっかりに。うわ。これじゃ馬車が壊れちまうよ。魔物を信じるって怖くないのかよ。あなたに甘えちゃっていけませんね、こんなこと。まあ、何があったんでしょうね。魔物使いの前身ということで、まあすぐ受けれるんですけど、まあ、このね、次終わってから、ストーリーね、普通に進んでいきましょう。西の塔行けばいいらしいので。これレベル上がったんじゃない？上がんないのか。はい。ということで、今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。